高原家のわらしべ長者の旅、今週は高岡市で買いこと専門。いつもボールペンをね、数珠つないで買いことして大きなものにしようという話になっておりましたけれども、はい、初心に戻ります。お今回はわらからこれ、ね、わらいい加減にせ今回はいつものボールペンではなく、わらしべ長者の名前の通り、わらからスタートです。いりますか、わら。どうしましょう、もらって。こんにちは、すいません、こんな風強い日にすいません。今日買いことです。高原圭さん、の坂下町の境屋で一昨年かな、お世話になった駄菓子屋。買いことで駄菓子屋、駄菓子屋天神様で、の時期に来ていただいたこと。そうですね、偶然お会いしたこちらの方、以前買いことでお邪魔した天神様と駄菓子を販売する創業120年境屋の坂井雅子さんです。森本さんが、はい、お邪魔しました。私はね、ちょっと10時から手話教室。あ、手話教室行かない。あ、そうですか。そこの事務所は皆さん待っとって。あ、待っとって行ったらダメですよね。あ、ちょっと、いいんですか。ということで、これから行われるという手話教室にお邪魔させていただくことに。失礼します。こんにちは。おはようございます。坂井さんは月に2回、末広町商店街振興組合が運営するレンタルスペース別品サロンで地域の人に手話を教えています。この日、生徒の中にちょっと変わった教室を開いている人がいるそうで。え、手話の生徒さんの中に。笑いヨガっていうのを。笑いヨガ。笑いヨガ。あの片山さん、笑いヨガの。え、片山さん、笑いヨガ。笑いヨガの先生です。理由なく笑うっていうのがコンセプトで。理由なく笑う。理由なく笑っても、はい、本当におかしく笑っても、はい、脳は区別をしないっていうところに着目されて、はい、そしたらもう笑わにゃソンソン。なんだか楽しそうなので、片山さんに笑いヨガを教えてもらいます。あの地震以降、みんなこうちょっと いろんな思いをされてると思うので、もやもやぽい笑いっていうのをします。もやもやぽい、もやもやぽい、この辺にもやもやしてるのをこうやって、もやもやぽい、もやもやぽい。これも笑顔でやるんですね。もやもやぽい。でここに集まったのを、あの高岡指定のゴミ袋を渡してありますので、もう入れる、出したものは入れて回収して、ぎゅっと縛って双上山へ。双上山なんですね。双上山へ高岡から。いやいや、元気もろた、うん、いや本当に、いや私たちこそね、いやいや、皆さんからね、いやいやいや、元気いただいて、私たちこそ高原さんから元気をいただくことができて、ね、ありがとうございますという気持ちです、うん、なんかね、ちょっと光が見えたね、光が見えたね。高原さんの人生に。俺の今までね、どうしようか、いやーなーなー思って、ダイヤいなー思って、始まる時、ほんで笑わせられて、笑から笑いに変わったってこと。なるほど。そういうことになりますね。はい。ありがとうございます。ということで今回は笑いと回答と、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。笑いと買いことしていただきました。たくさんの笑顔ありがとうございます。あ、そうだなぁ、はい、いや、いいですね、あのもやもやをポイするっていうのが ね、元気になる、やってみたくなりました、うん、はい、あのこの片山さん、病気になったことがきっかけで、健康体操であるこの笑いヨガを始めたそうで、自分にとっていいものだったので多くの人に広めたくて今教室をしているそうです。だったんですね。はい、
そしてわらと買い事としてくれる人が見つかるのか、うん、来週もお楽しみ。ちょっと待って、皆さん、笑いから始めるんじゃないんですか、はい、次。笑は続くんですね。物理的にこう藁が残っちゃったっていうのがあるんですね。物理的、はい、まだあるんですね、はい、そして先月のプレゼントなんですが、来週の火曜日4月9日までまだ募集しています、はい、当選者は来週発表です。買い事でした。